駒マナゴ山は、日光国立公園内、栃木県日光市にある山。標高2323メートル。三島三角点、駒マナゴ山が設置されている。第4期の溶岩に延長級である。政府機関文書では、駒マナコ山と濁らない読み方で記載されているが、一般には、駒マナゴ山とも呼ばれる。また、大マナコ山とタイで呼ぶ際は、大マナコ。 小ナコと濁らないようである。日光連山を代表する一方で、大コ山と大学山の間に位置し、両山間は登山道で結ばれている。関東地方南部地域からも、女宝山と大コ山の間に隠れるように、山頂部の輪郭のみよく見える。小ナゴ山という山名は、南大山、女宝山の孫山、愛子に由来すると言われている。広く、 関東一円からその山陽を見ることができる大真子山に対し、本山は女宝山と大真子山の間に隠れてあまり見えないこと、またその山頂標高もやや低いことから小学山と名付けられた。左から南台山、大真子山、小学山、日光白根山、日光氷連山を結ぶ重層路が整備されている。奥日光から入る場合は、 静のっこしが登山口となる。大真名子山から小真名子山間,間は約1時間30分程度、小真名子山から富士見峠を経て大社山までは約2時間のコースである。山頂部では木々により眺望は悪いが、富士見峠に向かった場所に展望がある。山頂に小真名子山神社がある。環境庁日光国立公園指定所。 平成9年9月18日国土交通省関東地方整備局日光砂防事務所日光を知る。ありがとうございます。